はい、タバコマニアユッキーです。今回は、こちら。カンガラムをまたしても、いや、これね、だからね、なかなか売ってないんですよ、このカンガラム。はい。を買ってきました。ほぼ売ってません。これ値段が36本入りで、値段が1250円。そして、一応日本で売られているタバコの中で一番、タール値が高い。タール値が、42ミリグラム。ニコチンが 2.1 グラムとなっております。うん。ということで。まあ、ガラムマニアのユッキーとしてはちょっと、いや、最近、本当に売ってたんですよ。あのね、新しいタバコ屋、堀切勝負園駅の近くにあるんですが、それがね、売ってたんですよね。新しいタバコ、なんかできてて、行ったら売ってまして。はい。で、最初行った時はなぜかPayPay対応してるって言ってたんですけど、2回目に行ったらなんかPayPay対応してませんみたいなこと言われて、おじいさんにね、言われたんですけど、あれーと思って、よくわかんねえなと思ったんですけど。え、このタバコ屋、PayPay対応してるんすかって聞いたら、対応しますよって最初言われたんですよ。で、その後日行ったら、対応しません。現金のみですって言われて、あれあれって感じです。はい。ガラム。これ36本入り。ね。はい。カンガラム。それではいただきましょう。でかいな。でかいな。ガラムのメンソールとかに比べると、ガラムスーリアマイルドとかに比べると、これ1本あたり、これ太いですね。若干細いんですよ。ガラムの。久々にするな、これ。これはきついぞ。うん。まあ、ガラム系列は大体高いんですが、これに限っては一番高い。700円。20本入り換算でいくと700円もするという。とてつもなく高い。まあ、俺、これ買ったのは、これ、缶を目的に買ったんです。この缶が。缶が目的です。おぉ。ガラムは、やはり夏に吸うのが一番美味しい。と、俺は思ってますけど。鼻が痛い。きついね。まあやはりフィルターが甘いって感じの。
ああ、きついな。まあ、きついっつっても、まあ、ガラム自体がそもそもきついんで、うん。36本入りですからね。ちなみにガラムスーリアマイルドとかガラムメンソール。まあ俺が一番好きなのはガラムメンソールなんですけど。ガラムメンソールは480円。16本入りで480円なんですが。480÷16 で ×20 すると。20本入りで換算すると600円。これが800円近くしますから、200円も違うということです。ほう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 。ガラム独特の、香りとうまさを、湿気や乾燥から、守る缶入りタイプ。原産国。生産国が、インドネシアと。インドネシア産、インドネシアの、インドネシア語では、ガラムとは塩。グダンは、倉庫という意味。うん。ガラムの名は、創設者のスーリア・ウォノ・ウィ・ジョーヨが、東ジャワのクディリ村にあった塩の、倉庫を改良した工場。そしてそこでタバコを作り始めたから、まあ、ガラム、塩の、グダンガラムという名が付けられた。まあ俺は缶が目的で買ったんで、まああれなんですけども、やはりガラムで、ガラム系で一番うまいのはやっぱりガラムメンソールかな。フィルターが甘いのが特徴ですね、このガラムはね。まあ個人的には、ガラムメンソールの方が個人的には美味しいんですが、それよりかやっぱ太い、太さが、あのガラムメンソールとかガラムスーリアマイルドは、あの細いんです。まあこれが多分一般的なタバコの太さなんですが、ガラムスリアマイルド、もしくはガラムメンソールは、あの、細いという。まあ、メリットでもあり、デメリットでもある。美味しいな。美味しいんだけど、きついはきついです。ガラムメンソールとかはタールチでなんか結構敬遠されがちなんですが、あの、実際に吸ってみると、そんなにきついかっていう感じはします。そんなきついとも思わないですね、僕は。なお、この、塩の工場
は、ロゴマークにデザインされ、ガラムのシンボルとなっておりますと。まあ、ここに書いてるやつね。まあ、ガラムに火をつけて吸うと、長寿が弾けてパチパチと音がします。このパチパチ音、パチパチ系のタバコは、インドネシアではクレテックシガレットと呼ばれています。巻き紙には、茶色いシミがついています。これは長寿の成分である、精油が滲み出たものです。カビや、古くなったものではなく、品質や、喫煙味には、全く影響がありません。これがあることは、フレッシュな新鮮長寿を使用している証です。そうですね。まあ。甘い香りが多くのファンを魅了するから、その香りのもとは太もも科の常緑香儀、長寿の花のつぼみ。よく乾燥させたものを加熱すると強く甘い香りを、発します。お菓子や料理に使われるほか、医薬品として使われていると。きついな。やっぱかなり辛い。あの喉が。かなり辛いって感じがします。喉の奥がやっぱり痛いなっていう感じはするんですけど。堀切勝負園駅の近くの、ところで、そもそもこのガラムスリアの缶はほぼ売ってない。まず売ってない。超激レア、なんです。ですが、最近できたその、堀切勝負園駅の近くのタバコ屋さんが、にね、嘘って感じの、売ってて。マジで?っていう感じっすね。わあ、辛い、ああ、鼻が、ああ、きつい。でもやっぱガラムの良さっていうと、やはりここの、吸い口が甘いという特徴。ここに甘味料が含まれてるんですよ。そしてこの、パチパチと弾けるこの長寿の、香り。
これは、やはり、なかなか味わえない。ガラムとかジャルムとか、ジャルムスーパーとかによくあるんですけど。個人的にはかなり吸いやすいかなと思います。うん。多分一番吸いにくいってなると、ガラムではなく、ショートピースあたりが一番きついなって感じるんじゃないですかね、多分。燃焼速度もかなり遅いんで、長く楽しめます。ガラムはね。まあ、ショートピースもそうですけど。まあ美味しいんだけど、ちょっとこれは、コストが高えなっていうのと、ちょっとやっぱきついっていうのはありますね。やっぱガラムメンソールが一番美味しいかな。という感じになりました。はい。カイドア三つ星。ご視聴ありがとうございました。